ボールの元には今日は大阪学芸出身の岩本真理乃、前線でスタメン出場。ゴール前シュート決まった。チームを作ったゴールは前川。キャプテンの筒井、強烈決まった。2対0リードを広げました。元から落として米田、クロスを入れていきます。胸トラップ桃野、横パス松本、松本かわしてシュート決めた。3点目。ボールはハリマボール。ゴール前シンボリ、そして米田とのやり合い。スペースに桂間、エリアの中3人、千葉園子の足元詰めて決めた。1点返しました。時計は80分になろうというところ。3点差から点差を詰めたのはハリマ、そしてそのハリマの攻撃、入ってきます。後ろからのシュート、強烈。東夏樹、やっぱり見ていて楽しい、見てくださる方々の家庭での会話に出るくらいインパクトのある試合にしたいというふうに話をしていました。まさにそんな試合になっています。さあシンボリ、シンボリ、シンボリ、1対1決めた。同点に追いついた。まさか3対3でこのアディショナルタイムを迎えることになるとはというセレッソ大阪栄レディースです。ただコーナーキック、キッカーは高和、ヘディング筒井、ヘディング押し込んだ。なんと勝ち越し。リードを奪ったセレッソ大阪栄レディース、ここで長いホイッスル。前節悔しい初黒星の後、苦しい苦しい90分の先に勝利がありました。